キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、不良品との噂がエンジニア始まりの場合というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから最近やっております NFT の DAO プロジェクトとしてですね、 IT エンジニアのコミュニティなども運営したりもしております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに記載してありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。 YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の不良品との噂がエンジニア始まりの場合というようなところでの話なんですが、本日はですね、まあいろいろな会社でね、エンジニアとして、まあ、サラリーマンをこう経験してきたからこそ言えるエピソードが一つありまして、まあ私もですね、まあいろいろ会社転々としたっていうようなところがあるので、まあ、会社によってやっぱちょっと文化いろいろ違うなというようなところと、あとちょっとヤバめな会社かなというようなところとか、まあそういったところの経験とかも結構あったりするんですよね。はい、まあ、この辺はですね、まあ、私の Amazon の Kindle 本とかそういうのでいろいろ紹介をさせていただいているようなところもありますけど、まあ、とにかくですね、今回私が一つ経験した、その中でね、潰れゆく会社の、まあ、ちょっとしたサインみたいな、まあ、そういったところについてですね、少しお話しさせていただきたいと思います。あるんですよね、会社の末期症状とも言えるような、まあ、そういった、まあ、ものサインみたいなのがあるんですけど、まあ、会社が終わらないにしてもですね、この種のサインが出た時は、まあ、少なくともその部署ぐらいは消えるかなというようなレベルのものでもあるので、まあ、一つね、特にサラリーマンとして今ねエンジニアとしてこう設計立ててる方はですね、一つ参考までにちょっと聞いていただけたらなというようなところがあります。まあ、その一つがですね、自社製品のアンチセールスなんですよね。はい、まあ、どういうことかというと、まあ、社員がね、客先とかで、この製品もダメダメなんでみたいな感じで、不良品であることをさらけ出してしまって、もうそれ製品を、ね、お客さんに買わせないように、まあ、仕向けるみたいな、ね、そういうようなことがこうやられているような風潮があったら、まあ、そろそろ終わりのサインかなというようなところでもありますね。はい、まあ、もちろんね、こういうことがね営業レベルでやられてるっていうんだったらまだいいかもしれないんですけど、というのもですね、まあ、営業的な、まあ、テクニックとしては、わざとね、自社製品のとある A 製品というようなものを、不良品であるというようなことを正直にさらけ出して、顧客からの信頼を得て、そこの上でこう B 製品をこう推奨するみたいな、ね、そういうような売り方とかこうやられてる人とかも結構いたりもするのでね、まあ、そういうようなことにこう使われてるっていうならまだいいかもしれないんですけど、まあ、今回ちょっと特に、まあ、重要なのがですね、その製品担当がエンジニアだった場合ね、はい、まあ、特に機器保守とかのなんかの、ね、点検とかで着先に行って、この製品もうダメダメなんですよっていうような感じで不良品をであることをねこう吹いてしまっているような風潮がこう出てしまった場合はですね、結構深刻な状況に陥ってしまうようなことが結構あるんですね。うん、まあ、そうなんですよ、エンジニアの言葉は、まあ、とにかく重い。うん、そうなんです、普通の一般営業の人がこう言うのと、技術部門のエンジニアが言うことっていうのは全然やっぱ重みが違うんですよね。はい、まあ、というのも、まあ、ちょっとした駆け出しのね営業の人とかがなんか軽はずみにそういうようなことを言っても、後でなんかこう技術部門の人がこう客先に行って、丁重にそのお客さんにちょっと誤解を招いてしまい申し訳、まあ、ありませんでしたみたいな感じでこう誠意に謝罪して、その前言撤回をこうさせていただいて、このスペックでは実はこういうような欠点もあるんですが、こういうような機能もありましてみたいな感じでこう、論理的にこう説明したら、お客様納得してもらえるようなケースはあるんですよね。はい、まあ、ただね、技術部門がこうエンジニアがね本音で客先で、それを言ってしまった場合はですね、結構重みが違うんですよ。いくら後になって、社長レベルの人がね前言撤回としてお客さんにこう謝りに行ったとしても、やっぱそのエンジニアがねやっぱ客先でそういうことを言ってしまう
っていうのは撤回できないんですよね、ハッチって、はい。まあ、普通社長よりもその製品に関してはスペシャリストですからね、エンジニアは社長よりも詳しいっていうのが、まあ、一つ、まあ、常識的なところでもありますし、やっぱね客目線で見るとエンジニアの発言の方をねやっぱ信じちゃうんですよ。どんなにこう偉い人が後からこう謝りに行ってそれ違うんですっていうようなことを説明しても、うん、まあそれだけやっぱそのお客さんにとってはねエンジニアの言葉っていうのは本当にこう重いんですよね、はい。だからこそなんですけど、そういうようなエンジニアの本音がで客先でこう出回るような風潮になってしまった場合はですね、結構会社の末期症状にも近くなってくるというような、ところでもありますね。まあ結構ね売上の立たないようなもう本当にこう潰れそうな会社の末期っていうのはですね、まあ、製品とかもなんか不良品とかで結構なんかクレームとかいっぱいがなんか発生してるようなそのような状況で、半ばねエンジニアの間の中でもですねもう諦め風潮がこう出てしまうようなところがあるんですよね。まあ、そこで客先で洗いざらい製品の難点とかそういったものをこうさらけ出してしまったりするようなところもあり、まあそういうような時って結構人間って同調圧力があるんで、一人ねエンジニアがそういうことを言い出すとですね、次から次へと他のエンジニアもですね負の情報をあちこちにこうねさらけ出してしまうような流れになってしまって、結構まあ、特にね不良品とかでクレームが多いような類のものはですねそういうことによってお客さんにその製品を買わせないようにこう仕向けることができるので、まあ、それによってクレームの数が減るみたいなそういうような変な流れができてしまうんですよね。だから買わせないようにするために自社製品を批判するっていうような負のスパイラルにこう入っちゃうようなところがあるんですよ。でそれがですねエンジニア主導でやられてしまったらもう取り返しのつかないようなことにこうなってしまったりするようなところがあるんですよね、はい。一時的にね仕事は楽になるかもしれないですよね。製品が売れずにクレームも起きなくなるみたいなそういうようなことになるので、まあ、ただねそれでああよかったって思ったらもうねおしまいですよっていうようなところなんですよ。まあそういうようなねことになってしまってるような職場だったらですね、まあ大体会社自体こう消えてなくなるというか、まあ少なくともね部署は、なくなりますねというようなところをですね、本当そういうような症状はですね、会社の末期症状にこう近いようなところがあるので、まあだからこそなんですよね、ちょっと気をつけてほしいなというようなところですね。まあ私もですね、まあそういうような職場の雰囲気になった時に、まあ即座にちょっと身の危険をこう感じて、転職活動を転職の準備をして、まあ、いろいろこうやりくりしていたみたいなところがあったんで、まあ、私としてはですね、絶妙なタイミングで、ね、崩れ落ちる直前ぐらいにこう転職に成功して逃げ切ったっていうようなところも、まあ、実はあるんですけど本音で言うと、はい。まあ、ただね、そういうのにやっぱその最後の末期症状の静けさのところでなんかちょっと楽してしまって何も動かずにいて、会社が崩れゆくのと同じタイミングで自分のね自分も生理解雇の通知とかねそういうのがこう来たりしてしまってというような感じで、そのかね自分のキャリアにこう傷つけてしまうみたいな、そういうような人もまあにまあ要は逃げ遅れた、人たちっていうのはところですよね。そういうような方々もこういらっしゃるんでね、そういうようなところがあるとやっぱ明日は我が身かなというようなところもありますよね、はい。まあ、だからこそ一つね指標としてねエンジニアの本音ってのは、結構やばい、ところでもありますんでね、ここだけはこう注意しておいてくださいというようなところでした。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。